はい、えー、今回はですね、えー、森友学園問題で本当は誰が悪いのかっていうことについてお話ししていきたいと思います。えー、気になる方ね、最後まで聞いて,てチャンネル登録、えー、よろしくお願いいたします。えー、このね、えー 森友学園問題っていう、あの、まあ、あリスナー様も、まあ、あ関心を持ってらっしゃるとは思うんですけど、この問題っていうのは、あの、かなり難しいんですよね。うん。本当に、まあ、僕も結構いろんなものを見たりするんですけどあ、だいぶ複雑で、あの、わかんないなって思うところがあるんですよ。で、リスナー様もそう思ったこと、まあ、あの、あるんじゃないかなとかって思うんですよね。で、まあ、ああの、この、えー、まあ、 森友学園の問題っていうのは、えー、まあ、一体何なのかっていう話なんですよね。うん、まあ、本当に誰が悪いのかっていうこととか、あと、まあ、黒幕とかっていうのがあるんですけど、うん、これっていうのはね、まあ、正しいかどうかっていうのはちょっとわからないんで、えー、まあ、 こうだとは言い切れないところももちろんあるんですけど、この問題が、えー、もうなかなか多分わからないなとかっておあの思うのはね、僕の解釈なんですけど、まあ、テレビとかを見てるとわ、まあ、からない可能性が極めて高いですよね。その理由はなんでかっていうと、えー、この森友学園問題っていうのの本質っていうのは、まあ、童話問題とか、ブラック差別ってそういうことがあの、まあ、関係してる、えー、まあ可能性が極めて高いんですよね。 あの。 童話問題っていうのは、まあ、日本の闇なんですけどあのそれっていうのはほぼあのマスコミでは取り上げられることがない内容なんででこの童話問題が大きく関係してるんであとはまあちょっと後で話していきますけどまあ、右翼ですよね、日本会議っていうこれもまあ難しいんですけどそういったものがあの関係してると思われるんですけどそのどちらにもテレビとかでは触れないんでね、まあ、触れられないんですけどこういうものっていうのは。あの、うん なん、まあ、でかっていうと、まあ、リスナー様がご,ご存知かもしれないんでね、まあ、ちょっと僕はそれを言うのも、まあ、申し訳ないかなとかって思うんですけど、まあ、ちょっとこの、まあ、問題に入る前に、えーまあ、ちょっとお話し、えー、させていただこうかなとかって思うんですけど、あのに日本っていうのは基本的にあの、まあ、皆様も思うでしょうし、僕も思うんですけど、 平等っていうことになってんですよね。あの、建前っていうか、うん、差別とかはないっていうことになってるんですよ。だけど、昔からね、暗黙であるんですよ。その、ブラック差別の問題とか、あとこの、童話の問題とかっていうのがね、童話の問題っていうのが、あの、この関西の方とか、あの、まあ、関東の方はわかんないですけど、関西、あるいは九州の方とかにまる、この、童話の問題っていうね、ええー、まあ、ものすごい、ええー、まあ、その、差別とかっていうのの、深い問題なんですけど、これが、ええー、まあ、 関係しててるっていうことだからこの森友学園問題っていうので、まあ、誰が悪いとか、えー、まあ、黒幕とか、そういうのっていうのはあるんですけど、まずそれの前に、この童話問題っていうものが深く関与してるっていうことを、えー、まず、わかるっていうか、えー、かっていただかないと、ちょっと、厳しいかなって僕は思うところがあります。で、 まあ、ああの、ちょっとまた今回のね、コンテンツに入る前なんですけど、まあ、あよく言われるところの日本の闇っていうのなんですけど、そののが3つあるっていうこと言われてるんですよ。あの、893、ボーマルダンね、が1つ。あとこの童話問題、あブラック差別え、2つ目。あとは在日っていう問題ですね、3つ目。で、おそらくですけど、森友学園の問題っていうのは何が関与してるかっていうと、えこの童話問題ね、 あともう一つ89、893、えー、右翼なんですけど、えー、まあそこら辺が関係してるっていうことです。だから、その森友学園の問題には、童話のことと893、右翼が関係してるっていうことを、ちょっと頭の中にあの入れていただいて進んでいきます。そういう風にして進んでいくと、ちょっとだけまあ見方っていうか、あの、変わるんじゃないかなって。僕もね、そんな、あの、 えー、あの頭いいわけじゃないから、そのこの森友学園の問題ねあの、すごく詳しいわけではないんですけど、僕はそう思います、そしてね、まず、あのよく出るんですけど、これ、森友学園問題っていうのはあの、ゴミの話が出ますよね、ゴミがあるとかないとか、えー、土地の値段がどうとかってで、そこら辺のところからちょっと、えー、まず、えー、お話ししていきます。森友学園問題で、えーま、よく話に出る、話題に出るのが、 土地の値段、あと土地にゴミがあるとかないとかっていう話ね、うん。で、これ何なのかっていう話なんですけど、おそらくこの土地の値段がなんか8億円引かれたとかっていうことから、あの、籠池夫婦が出てくるわけですよね。で、まあ、なんて言ったらいいのかな、土地っていうか、この国有地を安く買ったとか、まあそういうことなのかとは思うんですけど、 うん、国有地っていうのはね、国のものだから、えー、それがね、安くなるとかっていうのはどうなのかっていうようなことも言われるし、それがだから悪いっていうのも言われるし、あとここでね、えー、また難しい話が出てるんですけど、この土地、国有地の売買に、この安倍晋三が関係してるんじゃないかって言われるんですけど、これっていうのはね、えー、まあ正直わからないんですよ。 土地、国有地の売買に安倍晋三が関係してるかどうかっていうのははっきりとはわからない。あの安倍晋三の名前が出るけど、それっていうのは多分噂のレベルの話かもしれない。あるいはね、間に何かしらがあのまあ挟まって関係してるのかもしれないですけど、これっていうのははっきりとはわからないんで、ちょっと何ともあの言いかねるっていうところがありますね。 で、もう一つですけど、土地の値段ね、うん、あの、土地の、えーとまあ、値引きか、ね、値段値引きっていうことなんですけど、これっていうのは多分そこまで大きな問題ではないと思うんですよ。うん。で、あの、土地になんかゴミが入っていたから値引いたとか値段引いたとかっていう話があるんですけど、それも多分そんなに、まあ、問題ではないと思います。そんな大きな問題ではないと思います。 まああのゴミの有無をねあの確認しないで土地をあの売ったっていうのはまあ確かに良くないっちゃえ良くないんですけどまあまあまあこのだその森友学園問題でよく話しに出るっていうのはこの土地の値引きかゴミの有無っていうことなんのかもしれないんですけどそれっていうのはさっきお話しでにまあ表面的な、えー、多分ことなんですよでこっから、えー、まあ本質っていうか、えー、まあそのさっきのあの話に入ってきますけどあの。 森友学園問題の、えーま、土地っていうのは土地の場所がこの童話エリアっていうそういうことが多分一番の、えーま、問題、えー、と思われるっていうことなんですよね。うん、森友学園問題の、えーま、土地に関してね、えー、注目されるんですけれども、えー、ここの森友学園の土地が童話、えーま、エリアっていうことが、まえーま、言われている、うん。で、さっきお話ししてましたけど、童話エリアとかっていうのは、 まあ、テレビ、まあ、新聞、マスコミっていうのはタブーなんで触れないんですよ。うん、でこの森友学園が、えーまあ、ある場所っていうのは童話エリア、あるいはね、えー、違った言い方で童話住民とかって言われる、まあ、いわゆる日本の闇なんですよね。うん、で、えー、まあ、この森友学園の近くにある、えー、野田中央公園というところなんですけど、ここにね、あのおかしなことが起こってるわけですよ。うん 近畿財務局の、まあ、不動産鑑定がね、えー、9億円だったんですけど、まあ、豊中市の不動産鑑定が14億円とね、まあ、売り手よりも買い手が高い金額を出したと。で、まあえー、この土地国有地をね、えー、まあ豊中市が14億2300万円で売ったということなんですけども、これっていうのは、えー、まあちょっと、まあ、だいぶもう難しくなってるんですけど、まあ、簡単にっていうか、えー、言うと、 豊中市から、あの、と、豊中市に国からね、まあ、住宅市街地、総合整備事業補助金っていうのが約7.1億円。あと、地域活性化、公共、投資、臨時、交付金が約6.9億円支払われてるんですよ。だからこれっていうのはもう話がめ,めちゃめちゃ難しいんですけど、要するに一言で言うと、豊中市っていうのは2300万円の負担ということなんですよね。うん。 そんなにでもないんじゃないかっていうことと思うんですけど、まあまあまあ、ここにも関係してきますけど、このね、えー、公園ね、えー、さっきお話しした、えー、この公園、野田中央公園っていうところに、えー、まあ、辻本清美っていうのがこれ関係してるんじゃないかっていうことも言われている。辻本公園とかっていうことが言われてるんですよ。うん。 で辻元清美ってのは様々なことが言われていてえ、辻元清美がここら辺のね、あのエリアには息がかかってるとかっていうことも言われてるし、あ実はね、あの業者から献金をもらっていて、ね、それっていうのは辻元清美にもメリットがあるんじゃないかっていうことも言われてるんですけど、まあ、ここら辺に、あの、もろにがっつり童話利権がまあ関係してるっていうようなことですよね。うん。で、まあ、森友学園の国有地っていうのは、 9億5000万円と設定が高いんですけれども、それっていうのは、あの、近くの、まあ、野田公園がね、まあ14億2000万円で高値で売れたっていう、そういうことなんですよね。んで、まあ。 な誰が悪者、えー、本当に誰が悪いのか、黒幕っていうのが、まあ、はっきりとっていうか、まあ、まあ、どうかなって、まあ、いろんな人がわ悪いっていうのが関係してるんですけど、やっぱりこの童話の,あの土地には、利権がものすごく集中してるんで、いろんな人間がうずめいてるわけですよ。うん、だから、ちょっとそこら辺がなんか難しいかなとかと思うんですよね。だから、その、さっきちょっとお話した、あの、ゴミ業者ってうのもこれ、童話利権に群がってるってことが考えられるんで、もう,こうな なってくるとねあのもうマスコミとかでは全く触れることのできない、もうタブーなあの内容になってしまうんで、で、えー、まあ、ちょっと、えー、これはまあ僕が思うということなんですけど、あのこの森友学園の黒幕っていうのは、えー、2つ考えられる可能性があるんですよ、正直。1つが同割利でもう1つがまあ、日本会議っていうものなんですよ、あの1つずつお話ししていきます。あの 森友学園の、まあ、その、いわゆる黒幕っていうのは、ま、童話利権に群がる人間たちである、えー、っていう可能性が高い。あと、あるいは、えー、初めて聞かれるかもしれないですけど、日本会議っていう右翼団体もこれ関係してるっていうことが、ま、今言われてるんですよ。で、 財務省が書き換えたっていう内容が、実はこの日本会議っていう右翼団体が書かれていたっていうこと。だから財務省はこの日本会議っていう右翼団体を書き換えたっていうようなことなんですよ。で、この日本会議っていうのは何なのかっていう話なんですけど、日本を守る国民会議と日本を守る会が一緒になったものっていうことで、日本会議っていうのは、まあ、あの、まあ、なんていうのかな、超右翼なんですよね。 外国では、あの、ナショナリスト組織とかって言われてるぐらいで超右翼なんですよ。 で、えー、ここの日本会議の、あのー、議員総運会会長が麻生太郎がしてるっていうこと。だから、ここら辺が、あのー、すごく深く関係してるんじゃないかっていうことが、まあ、言われてる。ただね、あの、さっきあの、安倍晋三の話が、あの、出てきたんですけど、日本会議が、あの、間に挟まってるんで、ちょっとだいぶこれ構造が、あの、難しくなってるっていうところなんですよ。 でちょっと整理っていうかすると、安倍晋三っていうのの人間の周りはほとんど日本会議で固まってるんで、超右翼ね、ナショナリズムスト組織あの、麻生太郎があの日本会議の議員の段会の会長をしてるっていうことなんでね。うん っていうような感じかなとかって思いますよね。だこ,うこういう話だからもうめ,めちゃめちゃ難しいんですよ。で、えー、まあ,あ、まあどうかなっていう感じですけど、まあ、童話利権とか、童話の問題だったら確実にマスメディアではほぼ触れないでしょうし、この日本会議っていうのも、まあいわゆる右翼っていうことなんですけれども、まあまあまあ、これがね、あの、財務省が書き換えた、まあ、中に、この、 右翼団体の日本会議あったということも言われてるんで、えー、まあそこら辺がまあ黒幕っていうかまあうんということかなってまあ僕は思うんですけどただ、あのやっぱり難しい話があって、まあ、真相っていうのがねはっきりわからないっていう、えー、ちょっと難しさもあるなということなんで特定がちょっと難しいなって思ったりもします。うん、それは本当にで えちょっとね、まあ、ここからもう、今、ここまででまあ日本会議の話が、まあ、あのど森友学園問題、えー、まあ童話問題、日本会議の話が終わりなんですけれども、ちょっとね、あの森友学園の件に関して、あの麻生太郎、まあ、麻生副総理が、ねえー、言った、えー、この発言がね、これってうのがだいぶやべえことを言ったんですよ、これ。うん、あのこれリスナー様ご存知かもしれないんですけど、 あの自民党の幹事長でね、えー、まあ、野中広夢という、えーまあ、亡くなった人に対してブラック出身者を総理にするわけにはいかんなっていうような、まあ、侮辱なことを言ったんですよ、でもこの発言っていうのもあの、まあ、僕もそうですけどあの分かってるっていうか一部の人に関してはまままあまあ、まあ麻生太郎の言ってることもまあまああおかしなこと言ってるようになって、まあ、麻生太郎の発言は矛盾してるなっていうことでねまあ、その矛盾を突っつ,つ,つかれるっていうか。まあそう 言ういったような話になるんですけれども、麻生太郎が言ってる、部落出身の人間は総理になれないって言ってるんですけど、この話自体がめちゃめちゃもう矛盾をしてるんですよ。田臥一族とかね、あの山口県、えー、熊毛郡田臥町とかっていうものがあるんですけど、うん、この田臥一族っていうね、まあそう,そういうまあ、もの、もし。 あの気になったらあの調べていただければあと思いますし僕も一応ここからちょっと話していきますけどこの、えー、田臥一族とか山口県、えー、まあ、熊本県田臥町とかっていうものっていうのはあの明治時代から田臥一族が政府の中に入ってるっていうことが分かっていてあの安倍晋三のね、えー、まあ、おじいさんであるあのー 岸信介っていう人え、この岸信介の本籍地が山口県、えーまあ、熊毛郡田伏町なんですよ。つまり、あのあ安倍晋三のあのおじいさんというのは部落出身ということなんですよ。でおじいさんが部落出身ということは安倍晋三もそうでしょっていう延長線上にいるよねっていう話になるんですよ。だからこの麻生太郎の発言というのはもうめちゃめちゃ矛盾してるんですよね。うん ブラク出身である安倍晋三が総理っていう、あの、矛盾したことを麻生太郎は言ってしまったんでね。うん。麻生太郎って言ってることはおかしいな、とかって思いますよね。で、このえ、まあ、リスナー様にお話しした、え、田伏一族とか、え、山口県、え、熊毛郡田伏城とかっていうのは、まあ、僕もそうですけど、少しだけわかりますけど、これわかってる人っていうのは、あの、こんな話わかるんですよ。だからもう、麻生太郎の言ったことっていうのは、まあ、明らかにこれおかしいな、とかっていうような、麻生太郎 何おかしいこと言ってんだろうなっていうことを多分ん思ってしまうっていう、そういう話ですよね。うん、でまあ、最後にちょっとだけ、えーまあ、まとめるとっていうか、おそらく、えー、この森友学園の問題っていうのは何かっていうと、あの童話と893、えーまあ89まあ、あるいは右翼が後ろで見えないところで繋がりを見せてるって、多分それが多分一番の問題なんですよ。 もちろんね、真相とかはっきりこうだとかっていうのはわからないですよ。ただ、えー、森友学園の問題っていうのは、まあ、童話、えー、まあ、童話利権とか89、893、右翼っていうのが見えないところで、う、う、裏側で、あの、密接に繋がってるんですよ。その日本会議とかっていうのもそうですし、そのさっきのね、あの、まあ、安倍晋三のあの話もそうですし、で、そういうことを隠してるんで、あの、すべてね、童話の話を隠したりとか、まあ、その日本会議の話も多分そうですし、僕がお話しした、えーね、 あのタブセチ一族とか山口県、えー、まあ熊毛郡田布施町とかってこういうのってのは調べれば出てくるんですけどこういったまあ部落の問題を隠してるからだからあの表面的にいろんなものがごちゃごちゃして複雑化してるっていうようなことなんじゃないかなっていうことを思うってことです。 これっていうのはね、あの、ま、結構、あの、だいぶ難しい話ではあるんですけれども、ま、ま、簡単に言ってたら申し訳ないですけど、簡単に言うと、ま、森友学園問題を一言で言うと、ま、童話問題と右翼の裏のつながりとか、ま、そういうことなんじゃないかなっていうことを、ま、ちょっと思うんで、ま、ま、言えばね、ま、誰が悪いとか黒幕っていう話で、ま、言えば、ま、そういう感じになりますかね。ま、あの、やっぱり、うん、あの、 うんまあ一言で言うのがね、ちょっとでも難しいっちゃ難しいんですけど、まあ、あの、童話問題っていうものと、あと、まあ、893である右翼、まあ、日本会議かな、ここら辺が、えー、この森友学園のまあ問題、まあ、あるいは言うなれば黒幕なんじゃないかなと、まあ、僕は解釈していますっていうことで、えー、ちょっとね、今回、難しいんですけど、森友学園の問題について、まあ、僕が思うところをお話ししてみました、あの、リスナー様がね、まあ、何か一つでも、まあ、参考になっていただけることが、 まあ,あればいいなと思うんで、えー、まあ今回はここら辺で終わらせていただきたいと思います最後まで聞いていただきましてありがとうございました気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします